開幕しましたボートレース唐津の G2 唐津モーターボート大賞、ただいまから予選競争の第3レース、メンバーは1号艇佐賀山口隆、2号艇静岡河合祐希、3号艇東京永井氷也、4号艇大阪木下翔太、5号艇三重新田雄志、6号艇佐賀武富智明、以上の6名です。3号艇の永井がちょっとピット離れした感じ、5番と6番が前につけてきています。1号艇の山口は1コースとなっていきそうです。今節の選手代表です。1コースに構え、そして2号艇の河合祐希2コースです。今年は1回優勝、1回優勝を飾っています。この中で展示タイムトップ、そして4号艇の木下翔太が3コースになっていきそうです。3節前のナルトフレッシュルーキーで優勝しまして、そこからここまで3場所連続優勝中、新しいプロペラに変わっていますがレースはできそうとコメントがあります。引っ張って5号艇の新田雄志、64周年では高パワーの34号機で優勝しました。そして今回のこの58号機も悪い感じはないということで期待です。5コースが6号艇の武富智明、64周年ではエースモーターで1号艇で優勝しました。優勝は逃しましたが、その後平和島で優勝。6コースになった3号艇の永井、進入はインから1番2番4番5番6番3番です。スタートしました第3レース、3コース4号艇の木下スタートを決めてきました。さあ1周1番区の攻防は、まず1号艇の山口が回る、2号艇の河合が指す、4号艇の木下はその間からまくり出し、懐は5号艇の新田雄志です。2号艇の河合祐希が先頭、スタートは前提正常でした。2コースからの差しで伸ばしていく2号艇の河合がトップ、そしてほぼタッチスタートから4号艇の木下2番手、すぐ後ろ5番1番です。1周にマーク2号艇の河合、そして4号艇の木下2番手、外を回る格好で2番手確保の形、先頭を振り切って2号艇の河合、2番手水垣、4号艇の木下翔太、3番手は1番と5番の争いです。2周1マークトップ2号艇の河合、2番手4号艇の木下、3番手争いは1番を大きく開いたところから差し込んでいった5号艇の新田雄志、スピードを持って差しが決まった5号艇の新田、単独の3番手に浮上、上位の体型は2番4番5番となりました。2周2マークトップ2号艇の河合祐希、2番手4号艇の木下翔太、3番手5号艇の新田雄志です。先頭から2、4、5、レースはこれから最終周回、定間を来まして1号艇の山口隆は4番手、そして6号艇の武富智明5番手、最高峰は3号艇の永井氷也です。3周の1番から向こう正面へ、2コースから差しが伸びてきました、2号艇の河合祐希、伸び足上々のようです。そして4号艇の木下翔太、ほぼタッチスタートからのまくり差しからの2番手です。そして3番手は5号艇の新田雄志、上位の3艇2、4、5、この組み合わせ3連単のオッズ 33.2 倍です。ラストターンマーク2号艇4号艇5号艇と折り返し、第3レースまもなくゴールを迎えます。先頭2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。第3レースの確定は1着2番、2着4番、3着5番、以上でした。